はい、ちょっとすいません、はい、はい、それでは番組を再開させていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、このコーナーでは皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。はい、では早速いきますね。メールですか。はい、はい、いいでしょう。いただいてるので、はい、では東京都の男性からです。藤井先生、熊倉先生、長い時間の解説ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。さて早速質問なのですが、私は3年前に上京し、先日ついに念願だった千駄ヶ谷の将棋会館を訪れることができ大変思い出に残りました。そこでお二方にお聞きたいのですが、東京に来た時に一番印象に残っている思い出があればお伺いしたいです。将棋とは関係のない質問になってしまいますが、よろしければお答えいただければ嬉しいです。この後も解説頑張ってくださいと、うん、はい、東京に来た時に、はい、先生も地方ご出身でしたよね。うん、あ、そうですね。私が、まあ、東京に来たっていうよりは、まあ、初めてじゃあね、将棋会館に来た時の印象ですかね、はい、今回ね、はい、研修会ってのあるじゃないですか、はいはい、うん、あれに入会したくて、はい、14歳の時の冬に、はい、初めて将棋会館を訪れました、はいはい、うん、14歳の冬って言ったら、はい、プロ棋士としてはちょっと遅いですかね。そうですね、まだ全然その時はただのアマチュアですからね、はいはい、で研修会に入って、これから遅いですけどね、確かにね、うんうん、それで研修会の、まあ、なんていうんですか、クラスを決める、まあ、入会試験みたいなやつね、はい、あれを受けに来たのが初めてでしたけど、うん、もうその時はまあ将棋会館がどうのこうのっていうよりね、一応試験受けに来てますからね、はい、ね、でもうもう緊張ですよ、ですよ、ここが将棋会館かなっていう、はい、そんなあれじゃなくて、もうその場になんかもう分かんないけど行って、はい、対局するわけだから、うん、観光っていう感じじゃないですね。全然もう早くもう初めて来た時も勝負って感じで来てて、それでなんかいきなりなんか2連敗かなんかしちゃって、ああもう どうしようみたいな、東京ってすげえね、うん、ね、でどうしようみたいな思い出があってね、緊張してた思い出しかないですね、はいはい、でもおここは、なんか総本山かって感じでね。で何回か来てるうちに、だからこう1階の売店が楽しかったですね。本がいっぱい置いてあるじゃないですか、はいはい、あ、やっぱさすが将棋の本がいっぱいあるっていうね、それが嬉しかった思い出がありますね、最初はね。1階のところが他のところあんまりだってね、あんまりうろうろできないじゃないですか、初めに ね、最初のことね、だから本がいっぱいあって、ちょっとそこでなかなか普通の本屋に売ってない将棋の本がいっぱいあって、はい、それがすごくね、ワクワクした思い出がありますね、はい、なるほど、そこから、はい、はいはい、どうでしょう、初めて来た時は。初めて来たの、私は小学3年生なので、うん、9歳ぐらいですかね、うん、何しに、2階の道場に将棋を指しに行ったので、うん、はい、やっぱり観光っていう感じはもちろんないですね、その時3年生ですから、親とか連れてきてくれて初めて、はいはい、でその時に17曲ぐらい指しました。初めて来て初めて来て、でまだ指したいみたいな感じだったんですけど、元気な女の子じゃないですか。もう5時ぐらいになってきて、もう帰るよみたいな感じで、もう1曲みたいな、もう帰るのかみたいな感じだったみたいですね。じゃやっぱり将棋って感じですね。まあ、3年生じゃ、おここがなんて思わないですよね。普通のなんか道場と同じ感覚で。いやでも私すごいあれですよ、うん、なんか、うん、帰り道、はいはい、いつもこう泣きながら帰ってたんで、お負けてる、じゃあもうすごいなんかしんどい記憶がかなり多いですけどね。もう畜生ですね。今でもこうあれですけど、それが思い出ね。千駄ヶ谷の駅までね、そう、あそこが、ね、いつもこう泣きながらね、そうですね、もうそういう思い出でいっぱいですけど、思い出ですね、はい、懐かしいですね、それね、はい、そうですね、はい、うん、はい、では次に行きますか、うん、奈良県の男性の方からです。藤井先生、熊倉先生、解説お疲れ様です。楽しく拝見させていただいております。さて昨今プロ棋士の先生や女流棋士の先生のメディア露出が増えている気がするのですが、トーク力抜群の藤井先生はメディアからのオファーなどないのでしょうか、あるいはお断りしているのでしょうか、何かありましたらお教えいただければ。メディア幸いです、はい、うん、メディアとはだからあんまりあれですか、将棋とはちょっとそうですかね、なんか、まあ、違う、一般的なっていうやつですかね、テレビとかですかね。いやいや、前もなんか似たようなご質問ありましたけどね。あ、そうですか、私はまあ将棋の番組ですと、こうやってまあ将棋ですから喋りますけど、はい、多分他でインタビューされたら何も喋れないですよ、あ、そうなんですか。そうです、そうです、はい、将棋専門ですから、はい、じゃ先生は将棋専門と。専門、いや前何でしょう、別に お断りってあんま来ないですよ、うちのその、なんですか、そういう
他の依頼っていうかね、あんまり来ないですよ、うん、だから別に、はい、なるほど、自然に将棋で、はい、そういう回で来て、はい、来ております。はい、はい、では、ね、ここね、うん、はい、はい、次に行きます。いいですか、はい、いいですか、はい、愛知県の男性の方からです。藤井先生、解説ありがとうございます。コアなですね、某サイトで見たのですが、うん、奨励会時代近藤先生と対局し、うん、大手放置をしてしまい、うん、近藤先生が玉を駒台に乗せたというのは本当でしょうか、うんうん、はい、にわかに信じがたいのですが、というメールを。これは本当の話ですよ。割とまあもう最近の人はなんか結構ずっと、僕は奨励会で三段リーグで昇段した投資の話ですけどね、昇段上がった三段の時ですか、三段リーグで上がったんですよ、はいはい、ぶっちぎって、はい、上がった時は、はい、だけどその初戦がね、初戦でそれが起こったんですよ、うん、ちょっとなんか9の時とかかなって私今聞いて思ったので、いやいや、これもバリバリ三段で、うーん、1期目がね、2期目で僕2期で上がったんだけど、はい、1期目が12勝6敗と、はい、まあ、まずまずの好成績、はいはい、ね、順位もバーンと上げてよっしゃって、こう2回目で上がるぞの初戦がこれですから、え、これで負けたってことですよね、もちろん、あの王手させられて違う手させて、はい、玉がもう僕のね、玉がいなくなってるんですよ、あれっつってで見たらね、はい、近藤さんの駒台に、ね、僕の玉が乗っかっちゃってるので、それで、ね、はい、もう取った方もほら困るじゃない、はいはい、大手放置だから 取るんでね、はい、取ってたらいいけど、こう近藤君もねキョロキョロして王手取ってもいいんだよねって言ったんですよ、はい、大きな声で、はい、うん、それ覚えてます。王手取ってもいいんだよねって言うんですよ。で、正確にはですよ、王取んなくても勝ちなんですよ、放置が反則だから、あ、はいはい、それで僕の反則負けなんですよ、だから取る必要ないんですよ、はい、私のもう負けなんだけど、まあ取りますよね、せっかくだから、でボーンと駒台に乗せて王手取ってもいいんだよねってこう言って、で僕もそれで初めて、あ、自分が反則したことに気がついて、はい、こう後ろにひっくり返っちゃったんですよ初戦でですか、初戦でですよ、うーん、でもね、その後グッとこらえてね、はい、2局目ちゃんと勝ったのが昇段につながったんだから、なるほど、どうですか、このいや、この素晴らしいですね、切り替え、そこでこうあーって言って2連敗しないところに、うん、まあ、大事なところがあると、はい、で大手放置なんだから今となって笑い話ですけど、その時は結構ショックだったですよ、やっぱり、そうですよね、いや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 、気をつけましょう、はい、はい、それ以来気をつけてますよ。私も一度あるんですけどね、公式戦っていうか、いや、そんなに大きなところじゃないですか、そうですね、大きなところではないです ね気をつけないといけないですけどね、うんうん、はいはい、気をつけましょう。本当のことだったんですね、これは本当です、これは割と当時は割とまあ、はい、あの有名っていうかね、ちょっとだけ、はい、あの将棋世界に乗ったりしたんでね、うんうん、でももう今の人は知らない話ですよね、うんはい、じゃあこちらからいきますか、はい、岡山県の男性の方からです。藤井先生、熊倉女流、解説に聞き手お疲れ様です。初めてメールを送りました。さて、私は観る将から指す将に転向して日の浅い居飛車党なのですが、藤井先生の憧れから振り飛車を指したいという思いがあります。先生の学校監視権飛車を指しこなす本も衝動買いして読み漁りましたが、相振りが怖くて採用できずにいます。プロの先生方の対局でもあまり見かけず、局の囲い方や攻めの目標もよく分かりません。何かコツがありましたら教えていただけると幸いです、うん、長い解説でお疲れのところとは思いますが、最後まで頑張ってくださいといただきました、うん、はい、そうですか、うん、相振りの指し方のコツとかですね、うん、相振り飛車はそうですね、まあ、あの、まあ、基本は本をまあ一応読むという手はあるんですが、はい、相振り飛車の本は、なんか、相振り飛車っていうとこうだっていうような、まあ、昔からある伝統的な戦型ですよね、はいはい、例えば向かい飛車対三間飛車とか、うん、相三間飛車もちょっとありますけど、まあ、あのそういうやつが載ってる本とか講座はあるんですよ、はいはい、解説する方も解説しやすいですからね、そのね、はい、だけど、うん、最近のはその加工関係の相振り飛車だったり、はい、あるいはこう中飛車対三間飛車とか、はい、前はなかったような相振り飛車も出てきてるわけですね、はいはい、でそういうのはあの書く方もしんどいんですよ、あんまりこうまだ研究がまとまって、プロ自体の研究がもまとまってないから、あんまり中途半端な形で出せないし、なんかすごい幅が広くなりましたよね、相振り飛車もちょっといろいろね、最近だってなんだ、今泉さんが得意としてるこう左穴熊とかあるじゃないですか、はいはいはい、で左穴熊と見せかけて右に行ったり、アフィビシャになってるね、なんか中飛車系の
相振り飛車 KK で申し訳ないんだけどね、はいはい、あの前はこんなのなかったっていうのがすごく多いから、だから困るでしょうね、皆さんもね。そうですよね、我々も困ってるんですよ正直。うん、相振り飛車はなんとかまとめたいんですけどね、うまくね。ちょっと今はまだ広がって最中ですので、はいはい、もうしばらくお待ちください一応なんとなくこう形が出て、はい、ね、あと数年したらちょっとなんかまたこうね、いろいろ分離できると思いますので、今ちょっとごちゃごちゃしてます。はい、はい、ただ藤井先生の憧れからと振り飛車を指すようになられたそうです。指したいという思いがあるそうですね。 ありがとうございます、はい、頑張ってください。はい、はい、では次に行きます。東京都の男性からです。楽しく分かりやすい放送ありがとうございます。藤井先生に質問です。最近某三浦、あ、すいません、間違えました。聞かなかったことにしてください。はい、はい、行きます、はい、最近、うん、某 M 楽団のニコ生出演のお様子を見ると、はいはいはい、まるで別人のような明るいキャラクターになられたように見えます。これは M 楽団にどのような心境の変化があったのでしょうか、はい、どうかまず兄弟子の藤井先生から解説をお願いいたします、うん、ということで、ヒントが出てるんじゃないですか。某 M 楽団でしたね、失礼しました。そうですね、はい、毎回出てきますねその人ね、毎回出てきますね、はい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 、うん、最近明るいキャラクターになられて、ね、いや先日あの電話トークしましたよ、この、うん、あの年末のね番組で、はい、あ、そうなんですか、はい、こうなんか天からこう電話の声が来てね、面白いですね、エムロですなんて言ってね、自分で言ってましたけどね、おいおいって感じでね。でもなんか異常に明るかったですね、やっぱり校長だからじゃないですか。やっぱり校長だとやっぱりあの元気出るですよね。あのエムラ君も永久復帰目前で、はい、ね、講師ともにね、講師ともにそうですね、うん、でもやっぱり結婚されたのも大きいんですかね。あ、でもそれ本人ね言うとなんかねそういうことじゃない。あ、そうですね、私は元から強いんだとか言いたいんでしょ。そうじゃないですよ、はい、ね、いやいや気持ちはわかるかもしれないですね。どう見たってもだから結婚して頑張ってるっていうふうにいいじゃんそれでっていう感じなんかそれ言うとね、いや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 、そうじゃないんですとかって、それですよそれぞれね。だから最後明るいみたいだから、はい、いやこれは奥様の、影響でね、明るくなったんでしょう、ね、いいじゃんそれで、うんうん、なんかそうでしょ、よよよよよよそうじゃないとかね、はい、ということです、はい、でも私もまあなんかね、はい、あんまりこと言うこと怒られちゃうからね、はい、いいことじゃないですか。そうです ね、 ね、まあ、頑張ってくださいはい、まだ結構時間ありますね。そうです ね、 ね、まだ両親もまだなので、さあいよいよあれですよね、なんていうか3曲目ですね、抜けこれあれですね、なんていうかあのなんだ、1曲目の伊藤、あ、ね、伊藤っていうあの姓も増えたじゃないですか、はい、棋士の中で男女ともに、そうです ね、 ね、伊藤沙恵さんもいるし、はいはいはい、ね、伊藤、ね、あの何人かいますよね、はいはい、で、私はもう伊藤慎、うん、はい、今日は伊藤慎吾五段は、はい、いつも伊藤慎って言われてるんですよ、はいはいはい、私も伊藤慎、伊藤慎、でも、ま、本人の前では伊藤慎とは言わないですよ。本人には伊藤くんって言うんだけど、はいはい、あの伊藤慎です、はいはい、だから今日も解説はそれで聞かれますか。伊藤慎でいいですか。はい、まあ、私は普通に伊藤五段とじゃ、はい、伊藤慎五段ですか。伊藤慎五段、伊藤慎で、はい、いきますか。伊藤慎ということもあるでしょう、はい、がね、はい、どこで待ってたか気もありますね、その対局終わってから今までね、あ、はいはい、そう、どうやってこの待ち時間、長い待ち時間を ね、 そうですね、集中を切らさないでどこで何してたか、ね、興味ありますね、うん、藤井先生はお聞きしても大丈夫なんですか。いや、おとといはね、いや別に普通にしてましたよ。普通になるほど、うん、4時間ほどありましたね。だからお昼を食べて、はい、でまあ、6時ぐらいにはもうこの千駄ヶ谷の、はい、連盟近くにいましたから、6時からお茶飲んでましたから、さらにね、だからちょうど2時から6時ぐらいまで、結構困りましたね。うん、でも家に帰るっていう手もありますよね。帰っちゃうともう戦闘モードじゃなくなっちゃうでしょ。まあ確かにそれは分かりますね、だからまあのんびり
お茶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 っていうのお茶飲みすぎたかね。でも困るよね。結構難しいですよね。難しいとは思います、ね。難しいだ伊藤新がね。はい。ここでこう。まあ、伊藤先生結構お茶を好きな先生だと思うんですけど、お茶もたっぷんたっぷんになっちゃう。そうそうとは言ってもですね。ねえ、どういうふうにこれあれで課題だね。この棋戦この棋戦というかなんかこのシステムだと、はいはい、絶対そういう形が出ちゃうからね。一局目で終わった人がこれどういうふうなね、ふうに待つのがいいのかね。難しいですよこれね。いや難しいと思います。ですね、なんか女流でも一応あるんですよね。そういうパターンあります？あ、7時っていうのはさすがにないんですけど、うんうん、1局目と3局目みたいな感じに勝つと。ああ結構時間待ち時間。そういう時はどこで何してるんですか？いやそれがですね難しいんですよ。いやいやいや、だから具体的に言ってくれないとね、参考にしたいんですけどね。いや、やっぱりなんかブラブラしたり、ブラブラ、女性でも結構ブラブラするの得意そうじゃないですか、なんか。でもやっぱりですね、気を抜きたくないんですよね。ん、気を抜きたくないけど、気を入れすぎて、力みすぎてるのもちょっと嫌だし、そうそうそうですね、だから本当にそれはちょっと難しいとは思ってますね。ね、でもあるんですよねやっぱり、ね、どうするんでしょう、まあ、そういうことです。難問ですね。難問です、はい。さて、ま、では他に質問いただいてるのでいきますか。何でも OK ですか？何でも大丈夫ですよ、はい。あ、これちょっといってみますか。はい、藤井先生、熊倉先生、解説お疲れ様です。あ、すみません、熊本県の女性からですね。お疲れ様です。質問させていただきます。将棋にはたくさんのタイトルや棋戦があり、それぞれ持ち時間が違ったりや勝ち抜き方式もトーナメントやリーグなど様々ですが、何か特定の棋戦で特に成績がいいという棋士の方は結構たくさんおられるように思います。そこで成績のことはさておき、お二人が時間や勝ち抜き方式で一番好きな棋戦は何でしょうか。答えにくければ具体的な棋戦の名前を教えていただいても構わないので、どのような時間や勝ち抜き方式がお好きか教えていただければ幸いです。なるほどね、はい、これは結構面白い質問ですね。はい、そうですね。熊倉さんどうですか、なんか好みのありますか。あ、そうですね、リーグ戦かトーナメントどっちですか。あ、それはリーグ戦の方がやっぱりたくさんさせるから。そうですね。ああ、でもなんか負けたら負けた分引きずってさせなきゃいけないですよ。負けた、まあ、今実際私あの、はい、女流王位リーグで、2連覇してるんですけど、ああそれ引きずって頑張んなきゃいけないですね。でも、入れてる嬉しさがありますから、まあ、ああ、じゃあリーグ戦で長い、割と長い持ち時間でじっくりやりたい。あ、いやいやいや、んいや、そうしてくれれば次の話いけるのに。そうですね、すいません。でも早指しもいいかな。そうですね、いや私もあの結構あの早指し好きなので。あ、そうなんですか。そうですね。あ、じゃあ何が一番合ってそうだ、自分に合ってそうだなってのは、持ち時間どれくらいのやつですか。じゃあデータでいきましょう。何が一番こう過去に活躍っていう、あ、活躍ですか。割と全体的に何が勝率いいですか、早いのと長いのと。私なんかダメです、あの両方同じぐらいって感じです、超微妙な答えになっちゃいますね。はい、じゃあまあ早指しでもいいかなってね、はい、はい。まあ、僕ね昔ね、昔っていうか早指しだとほらあのね、負けた時早指しのせいにするんですよね、時間がなかった。長い持ち時間じゃそんなに言い訳しないけど、はい、なんか早指しだと早指しだからねなんて言い訳できるじゃないですか、自分で、自分の中で間違えたのは早指しのせいだからっていうね、まあ、負けたのは早指し選手のせいにしてたんですよ前は、でもそれは変だからね、相手も同じ条件でやってるからね。最近早指し結構好きになってきましたね。逆にあの長いと疲れちゃうっていう。長い方が地力の差が出ません、いやでもね長い、まあ、そういうふうなイメージありますが、はい、でも結局なんか強い人ってどっちでも勝つしね。まあ確かにそうですね。意外に早指し強くなさそうな人、早指し優勝しちゃったりするじゃないですか。割と普通にもうなんか A 級の普通のなんか長い持ちが好きそうな人が早指しで平然と優勝したりするじゃないですか。まあ関係ないんだよね。だから好みで言うなら、はい、なんか早指しも早く終わっていいなみたいな。
なるほど。長いとなんかもうクラクラする時ありますからね。まあ6時間っていう将棋はだから6時、ね、若い時は6時間を指せるっていうこうなんか指してるぞっていうかね喜びみたいなのありましたけど、はい、最近もうそんなもういいやみたいな散々指したからね、はい、早指しも楽しいみたいなね、はい、気分になってきましたが、だから間を取って僕3時間が実は好きなんですね最近ね。うん、ちょうどいいです。3時間というと、はい、王将戦とかですか、とか棋聖戦とかありますけどね、いくつかね、うん、3時間ぐらいがいいんじゃないですか、はい、3時間は女流だと長い部類なんですけど、ね、あ、そうなんですか。2が普通 で、はい、で男子だと3時間はちょっと早い短いなっていう感じなんですけど、うん、まあしかし3時間だから、はい、間を取って私は3時間が一番好きです今。なるほど、うん、という感じですね、はい、うん、ではもう一ついきますか、はい、千葉県の男性の方からです。いつも楽しくニコ生中継を拝見しております。藤井先生に2つ質問です。2つ、うん、ちょっとすごいです。藤井先生の人気は羽生先生の人気に負けず劣らずだと思いますが、人気の高さを実感されることはありますか、っていうのと、はい、先日 A ブロックでの激戦が中継されていましたが、カメラや視聴者を意識されることはありますか、ということですね。まあ人気、まず、そうですね、人気、人気、人気高いらしいですよ。そうなんですか、ありがとうございます。いや、もうそれは振り飛車ですよ。振り飛車のおかげです。振り飛車、振り飛車党はだからその分は、はい、あの少数派なだけに得ですね、うん、なんか応援してもらえるじゃないですか、ね、結構愛しい応援してる人も多いと思いますよ。確かに居飛車党だか、あ、居飛車党はもういっぱいいるから、そうですね、振り飛車党はなんかその中でこうね、こうなんていうかこう少数ながら頑張ってる的な、うんうん、そうですね、そう、そういう応援は受けられるんでね、まあ、なんといっても藤井システムの開発、はい、うん、もちろんですしね、藤井システムですね、はい、まあ、結構それで割と言う、まあ、藤井システムの藤井ですって感じですね、うん、こちらどうですか、うん、このあの対局中にこの間のですね、おととい、ね、カメラや視聴者を意識されましたか。うーん、どう、まあ、いや、あのね、はい、なんでしょう、うんと、まあこれはね、あの時間帯でちょっと結構意識差がありましたね。あの朝は正直、はいはい、あの10時間の対局はそんなに見てる人多くないんじゃないかな的なね、自分の中で、まあ、平日の朝ということで、さすがにね、さすがに、だから10時の段階よりも19時からの対局を実はすごくね、多くの、より多くの人が見てくれてるだろうな意識してました。だからそっちがしたかったんですよってことです。なるほど、じゃあちょっと意識されてたっていうことですかね。19時からのはもうこれきっと大勢の人見てるから、うん、カーンとここで勝ちたかったっていう意識がありましたよ。やっぱりどれぐらいの人から見てくれてるかなっていうのもちょっと多少ね、10時だとちょっとやっぱ10時だからなっていうのがね、うん、だからね、19時からより多くの人が見てる時に勝ちたいですねと思いました。はい、はい、いいでしょうか。はい、はい、残念でした。ちょっと意識されたということですね。意識しましたよ、それはもう戸部さんにいいとこ持って帰っちゃったね。ね、はい、はい、さあ、いよいよ始まりそうですね。はい、お二人が揃って、はい、両対局者揃いました。はい、ではそうですね、はい、ただいま対局場の様子が映し出されて、うん、で、まもなく対局開始のようですので、はい、メールはここまでとさせていただきます、うん、どうもありがとうございました。さあ、いよいよ、最後の、はい、ベスト4入りをかけて、ね、先ほどね、あの森内さんはまだあの朝日杯ベスト4に勝ち上がってないんじゃないかと僕勘違いして、はい、そうちょっと言っちゃったんですけど、はい、2年前ですか、はい、しっかりとベスト4に勝ち上がってましたね。はい、失礼しました。失礼します。はい、で、伊藤新五段は昨年、はい、準決勝進出してますから、うん、うん、まあこの棋戦では相性のいい2人、そうですね、ね、どっち勝ちますか。あ、
私は一応枠抜け予想は、はい、最初から森内そうですねと言わせていただいたので貫きたいと思います、はい、あそうですか。じゃあ振り飛車党として私はじゃあいいね、暗記しましょうかね。もうあそうもうちょっとって感じしますか。でしょう、まだでしょう、はい、準備できてないですよきっと、ね、はい、さやはり大橋流ですね。大橋流も伊藤流もこの、まだここは一緒ですね、同じかこのコマでは強者を並べるか並べないかの差なんですよね。はい、はい、歩に行くっていうことですよね。そう、あの強者をこう置くとその強者の利きが相手陣に直通してしまうので、はい、伊藤流の並べ方はここで強者を並べないんですね、はいはい、先にでしたが、強者並べてますね。大橋流ですね、はい、あの何ですか、例えばそのね、あのベテラン先生ですと、はい、こう駒をね、王を取ってその後金、金を取って、まあ、あと、銀がどこかななんてねこう探すのが嫌で、はい、もうそばにあるのから並べるんだ私はっていう方もいる。あそうなんですか。いますいます、それもなかなか優雅でいいなと、僕もそうちょっと真似したいなと思ってるんだけどね、はい、どうでしょうね、もう適当に並べる。それはでも貫禄があれ、そうなんですよ、やっぱり貫禄がまだ足んないかな、それ、ね、もうちょっとですかね、もうちょっとですかね、いやよくわかんないです、はい、もうねそんな心境になりたいですけどね。そして振り駒ですね。はい、振り駒ですね。あれ伊藤さん先ほどのメガネされてましたか。んそれは分からないですね、どうでしたか、うん、だったですかね、してたか、してなかしてた、はい、そうですか、うん、さあどうでしょうか。歩が3枚です。歩が3枚、歩が3枚、森内九段の先手、うん、まあ、これでちょうどあれですね、あの戦後の順番がちょうどいいですね。先ほどあの伊藤、あそうですね、伊藤君が1局目が伊藤五段が先手 で森内さんは、後手でしたから ね、ちょうどみんなで戦後1局ずつみたいなね、はい、まるで研究会でもやってるかのようなそうです、ね、バランスの良さですねこれね、はい、で予想をしてくださいよ、戦型予想ね、これはできるでしょう、ね、熊川さんでもこれはまあ対抗系で、うん、で森内さんが居飛車で、はい、伊藤さん どこに来るんですか。これバシッと当ててくださいよ、うん、中飛車ですかね。中飛車、はい、沖中ですかね。いいですか、中飛車で沖中で、はい、はい、私はそれで行きたいと思います。うん、ね、沖中ですかね。先生いかがですか。まあ確かに伊藤新さんといえば中飛車がまず一番得意ではい、まあ、先手なら三間飛車、後手なら、中飛車、先手でもまあ場合によっては中飛車、まあ、三か五っていうね、はい、近代振り飛車等のもう特徴、はい、ね、4は指さないよっていうね、はい、なんですよ。でもまあ、 あの3と5ばっかり指してる人が、はい、だんだんまあそればっかりじゃっていうんで、まあちょっと幅を広げたくて4をやると。なるほど、うん、そういうね4の扱いが低いんですよ、うんね、しかしお、なんかあんまり最近後手中飛車指してないという情報も入ってますね今ね。あ、どうなるんですか、三間ですか。4三線法ね、4三線最初は4筋に飛車回ってあとは三間飛車石田流に振り直すか、今ありましたねダイレクト向かい飛車、はい、いきなり角交換してバコーンバシッと2二シャーパンって回るんですね。あれダイレクト向かい飛車もそっか、伊藤さんやりますね、何でもやるじゃないですか。そうですね、うん、3、4、3っていう343っていうのは、いやこれはね4三戦法と一緒なんですよ。当初343って言われてたんですよ、うん、3五歩を伸ばして4二飛車と回ってその後3三飛車です、
森内先生の先手番でよろしくお願いします。